株組織から上がってキャプテンやるっていうのは僕が初めてなのでしっかりとその何恥のようにチームを引っ張っていけたらいいかなと思ってますやっぱりキャプテンやってない時よりかはあの周りもよく見るようになったりとかあの自分のことよりも他の人のことを気にしたりとかっていうのはすごく多くなりましたね一番はそのチームが勝つためにこう自分が ししんどいことしたりとかね自分がいくらいいパフォーマンスしてもチームが勝たなくちゃ意味がないと思うのでしんどい時もこれを乗り越えると絶対いいものが待ってるっていうふうにすごく自分に言い聞かしてるので必ずいい結果が出てきてたんでそういうふう,うにします鼓舞したりもしますけど僕はどっちかっていうとそのプレーで見せるタイプやと思うので。 スーツ着るとあの試合が始まるなっていうスイッチは入りますね。よしやるぞみたいな感じにはなります。代表で試合に出るからいつも以上の力が出るわけでもないんで普段通りのプレーをすることが一番やと思ってるのでワールドカップっていうのは誰もが思い描いてる夢やと思うのでやっぱりその舞台に立ちたいっていうのはすごくあります。